まず根っこを落とします。まず斜めにちょっと浅く、切り込みをこう入れまして、でひっくり返してまたこう斜めに切り込みを入れます。それで小口から感じになって、であとはみじん切り、こうやったら結構細かくネギが切れます。皮をまず剥きます。